料理教室のテーマは災害時も慌てない缶詰レシピ。教えるのは地域の食生活改善推進委員のメンバーです。そのまま食べられる缶詰やレトルト食品などを使って料理を作ります。普段から少し多めに食材や加工品を買っておき、使った分だけ新しく買い足していくことで、常に一定量の食料を備蓄しておくローリングストックという防災です。栄養が偏りがちな災害時、貴重なタンパク質となるサバ缶を使った煮物など、1時間ほどで3品が完成しました。とてもいいですね。かぼちゃがとても良かった。めちゃくちゃ美味しいです。地震の多いところに住んでた時はしてましたけど、今はもうしてないですね。台風去年も大変だったので、なんかやっぱり買っておこうと思います。はい、ストックは皆さんしてらっしゃると思うんです。でもそれ置いといたら賞味期限も来ますし、直してるまんまじゃなくて、日頃でもそれを使い回す、日頃の食生活もそれで潤うというか、活用して簡単に料理ができたら、皆さんの食生活がもっと良くなる。災害は皆さんどなたにでも来ることなので、備えはあった方がいいと思います。相生二島地域では、今後もテーマを変えて料理教室を開く予定にしています。